女性と職場、人間関係。今回、愛知県の愛知大学と台湾のチリカギ大学の学生が合同で女性と職場の人間関係について調査し、実際にインタビューを行いました。目次は次の通りです。日本の職場の現状、インタビューの質問と回答、インタビューを通して分かったこと、まとめ、今回の交流を通して感じたこと、感想の順番で発表していきます。皆さんは会社に行きたくない、や学校に行きたくない、など思ったことはありませんか？世の中で職場での人間関係に悩んでいる人はどれくらいいると思いますか？なんと半数以上の人が人間関係に悩んだことがあるんです。このグラフからわかるように、男性の方が働きやすいと考える人が多いんです。それではなぜ女性は働きづらいと思うのでしょうか？理由は噂話や悪口、気を使う話題が多かったり、仲間外れにされる不安などが挙げられます。プライベートでの付き合いも複雑のようです。では実際どうなのでしょうか？働いている女性にインタビューをし、ママの声を聞いてみました。これまで職場の人間関係のどんなことで悩みましたかという質問では、自分とは合わない、分かり合えないことが多いという人や、程よい距離感をつかむのが難しかったり、女性ばかりで揉めたという人がいました。人間関係で悩まないために気をつけていることはありますかという質問では、信頼できる人に相談する人もいれば、気にしないようにしたり、程よい距離感を保つ、自分がへりくだって接することを心がけている人がいました。男女比とそれによって感じる問題点は何ですかという質問では、女性が多いことから揉めるところもいれば、特に問題がないところもいたり、男性ばかりで接しやすいと思う人もいれば、共感してくれないと思う人もいました。プライベートと仕事は分けてますかという質問では、プライベートと仕事を分けている人、分けるけど疲れを引きずってしまう人、プライベートでも交流がある人がいました。周りで人間関係に悩んでいる人はいましたかという質問では、いたという声が多く上がり、中には嘘の報告やデリカシーのないいじりなどがあったそうです。またその人を元気づけたという人もいました。インタビューを通して分かったことは、実際に悩んでいる人の方が多く、男性が多い職場の方が楽と考える人が多いことが分かりました。また近い年代の人がいるとプライベートでも関わりがあることが分かりました。まとめ。日本人は思ったことを言いづらい傾向があります。トラブルに巻き込まれてしまったら相談しましょう。自分の性格を見極めて、自分に合った職場に出会うことが何よりも大切です。交流調査をしての感想です。日本人メンバーからは、人間関係がモチベーションに関わると感じた、オンラインで大変だったけど新しい気づきがあった、自分にとってプラスになることや役立つことばかりで、何よりも交流が楽しかったと思ったというコメントが上がり、台湾の学生からは、人間関係の重要性が分かった、交流が楽しかった、トラブルが起こりやすいことを事前に知っておくのが大切、後のコメントが上がりました。外受遴选的公司环境，我们要理解现在的情况，然后我们选合适的职业吧。理想の会社環境を作るために、私たちは現在の状況を理解するべきだと思います。そして自分に合っている職業を選択できるようにしましょう。ご清聴ありがとうございました。これで発表を終わります。